その猫は雨宿りの場所を探していて、ある家の庭へとたどり着きました。そこに隠れていれば冷たい雨から身を守ることができたのです。その猫にとって雨から逃れることはとても重要なことでした。彼女は一匹ではなく小さな命を守っているところだったのです。ニューヨークで暮らすある家族が自宅の庭で野良猫を見つけたのは雨の降る日のことでした。5月とはいえ雨が降るとまだまだ肌寒く感じます。洋服を着ていない動物たちにとって冷たい雨に打たれることはあまり良いこととは言えません。風邪をこじらせて体調を崩してしまえば回復するまでに時間がかかります。その猫もどうやら雨から逃れるためにこの家の庭に潜り込んだようでした。しかもそれは一匹だけではありません。彼女は三匹の子猫を連れた母猫だったのです。子猫たちにとってこの冷たい雨は命取りになりかねません。きっと必死にここまでみんなを連れてきたのでしょう。そんな母猫の気持ちを思うと家族はこの親子を放っておくことができませんでした。すぐに母猫と子猫たちを家の中へと招待します。そして母猫にしっかりとご飯を与えました。まずは彼女が元気でいなければ子猫たちの健康と幸せは守られないのです。猫の親子を保護した家族は動物保護団体への連絡も忘れません。すぐに団体に助けを求めます。すると里親ボランティアのミーガンさんが親子のお世話を引き受けてくれることになりました。本来なら団体が猫たちを連れていくのですが、この家族は自分たちで親子をミーガンさんの家まで運びます。我が家を避難場所に選んでくれた猫たちに最後まで親切であり続けたのです。こうして助けられた元野良猫の親子、母猫はすぐにミーガンさんを信頼するようになりました。自分だけでなく子猫たちに優しく接してくれるミーガンさんが自分たちを助けてくれる存在だと分かったのです。これまで外で生きてきて、しかも子育ても頑張っていた母猫、家や食べ物の心配をすることなく子育てに専念できるのは本当に嬉しいことでした。ミーガンさんと母猫に守られて子猫たちもすくすくと成長していきます。少しずつ目が開き始め、また新たな表情を見せてくれるようになりました。必死に子猫たちを育ててきた母猫にとってそれは待ちわびた瞬間だったに違いありません。子猫たちもようやく大好きな母猫の顔を見ることができました。今ではすっかりリラックスした様子の母猫とやんちゃ盛りの子猫たち、ミーガンさんのもとで明るく元気に暮らしています。あの日民家の庭を避難場所に選んだ母猫の選択はどうやら正しかったようです。そのおかげで親子は安全な毎日を手に入れることができ、幸せに暮らしているのでした。ご視聴いただきありがとうございました。評価とコメントをお待ちしています。